公開よりファンが驚いた意外な交友関係。10月24日、山本舞香が自身のインスタグラムを更新。同アカウントで公開した来誕写真が注目を集めている。山本はインスタで一冊に収まりきらなかった、カット、思い出たくさん、スピンカットから、と綴り、先日発売された自身初のフォトアニスタイルブック、レイラー、のみ公開カットを公開しました。その写真では、ベッドの上に横たわる山本が、布団にくるまった状態で、肩や太しももを大胆にむき出しにしており、ファンの間で、布団の中は真っ赤姿、艶気がありすぎ、ベッドに飛び込みたい、などと称賛コメントが飛び交っています。そんな山本は10月23日、バラエティ番組、帰れマンデー見っけたい、に出演。秋の新ドラマ、今日からヒットマンで共演する嵐相葉雅紀とのロケ中、驚きの交友関係を明かし、そちらも話題となっている。番組にて山本はプライベートで食事に行く芸能人について尋ねられると相葉さんと同じグループの MJ さんには可愛がってもらってます、と発言。これに相葉が、あ、MJ ね。この間、焼肉をこなったって言ってたもんね、と反応すると、山本は、そうそう。焼肉をこなった後、吉田鋼太郎さんの家に一緒に行きました、と明かしたのです。山本と松本という珍しい組み合わせに、視聴者の間では、意外すぎるつながりでびっくり。どこで知り合ったんだろうなどと驚きの声が上がることに。ただ、二人を自宅に招待した吉田といえば、以前からバラエティ番組やインタビューなどで、松本や小栗旬などを交えてよく飲み会をしていると、たびたび明かしています。また、山本とも映画、劇場版ファイナルファンタジー地吹光のお父さん、にて親子役で共演するなど関係性があるため、吉田を通じて三人がつながったのかもしれません。一方で、一部ネットでは、公然にお付き合いしてます宣言かと思った、二人が仲良しじゃないと、吉田夫婦の家に遊びに行くなんてない、などと、松本と山本の関係を勘ぐる声も飛び交っている。艶気あふれる女優として評判の山本なだけに、松本の本音が気になるところだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。